こんにちは、会長です。本日はですね、ライザー使っていきます。タンクといえば、ほぼアリスとタダノブの2強だと思うんですけど、今回情報されたことによって、アリスもね、アリスじゃねえわ、これまた間違えた、ライザーもね、使えるようになってくれればいいかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。あ、無視された。だったらここ耐えれそうだね。はい、耐えます。ただ自陣が崩壊しました。号令で剥がしていくが、 A が怖いな。多分スプリンター間に合うんで、ここは耐久しますか。はい、2点取れました。じゃあタイマン任せてこっち行きましょう。先に触る、来た。え、3点取れちゃった、やばすぎ。はい、野方貼っときます。もうこれで3点取れて、若干広がってるんで、頑張って、あとは耐久して勝ちかな。うん、HA ぐらいじゃ死なないんで、体力ね、上がってるんで、かなり耐久しやすいはずなんですけど、全然まだ殴られないから分かんない。とりあえず上釣ります。いちいち釣ってる分には味方人数よりできてるんで楽かなって思うんで、で A 釣ってくれたんで、これはあっち行くか。ほぼ広がってると言っても過言ではないんですけど、いや待って、そんなに火力高いの。いや、まさかの弾、あれ青カノでしたね。弱点で受けちゃった。 2B 死んだそうなんで、これは A 変わってあげてって思ったけど、広げます。やばい、いや無理なんで、これは取れてるポータル守ろう。ドアもあるしね。で1分切ったから、次号令当てたら HS で寝ちゃおうかな。通常通常通常、これやるか、やれるかな。耳間に合った。じゃあ上行きます。触ってる最中に HS で食われるの嫌なんで、先に飛んで、であとは広げつつ逃げるだけかな。危ない、グランシャリオで、この終わりに HS で食われる、食われてない、ミスってる。よっしゃー、ナイスー、オッケー、素晴らしい、味方ありがとう。いや、ちょっと地震崩壊した時やばいなって思ったんだけど、運よくね、先に触れたんで3点取れましたね。いや全然ね、試合が接戦すぎて、試合の中の状況しか喋れなかったんだけど、いいでしょう。やばい、ガンナー2だ。僕ね、調整の動画で HA の回復量上がったらいいなって思ったんですけど、言ったんですけど、体力上がったんで全然ありですね。いやマジでさ、アリスとね、タダノブが、ドアタンク最強2トップじゃないですか。もうやばいよな、本当に。さすがにドアライザー体力上がったとはいえ、入れるか入れないかどうなんでしょうか。でもヒーローアクションっていう唯一無二の武器があるから、いや錬金術普通に強いと思うんだよな。でも最近の人みんな当たってくんないからな。で次は徒歩やってます。アバカンと号令とキテルちゃんで、みんなこのカード覚えてる？なんか HA ループみたいなのあったよね、忘れちゃったんだけど、どんぐらいだっけ、どんぐらいだっけ、どんな感じだっけ。ああ、こんな感じか。やばいねー、マリアとか引っ張ってくんねえかな。
はい、避けていくが、はい、落とした、いいんじゃない。いや、なんか忘れちゃったんだけど、みんなタイミング覚えてる？ライドの HA のなんか無限にはめれてよね、壁にはめれたはずなんだけど、まあとりあえずいいわ。回復量的には HA 長押しの方がいいと思うんで。いや、当たんないんだ今の。最悪、もったいねー。ステルちゃんちゃんと隠し持ってたのに。これ死にます。いやー無理だー、頑張ってくれ。ナイス集荷の噛みすぎ。大丈夫、人数有利だからいける。キテルちゃんがあと7秒なんで、あ、これ勝ったね。マリア HS も別に取る人いないからよかった。迷ったんだよな、いろいろと。なんか下手すぎて何が何だかよく分かってないんだけど、でも正直さ、赤バカめっちゃ強いっちゃ強いと思うんだけど、ムアバが出たから体力が高いとはいえ、やっぱムの方が強いかな。なんか白虎でごまかせるかなと思って赤バカン積んできたんだけど、いや、さすがに体力よりも当てれる確率上げた方が強いよな。いや、むずいよな本当に。そういうこと考えてると迷う。よし、最後はね、ドアとなんかウェポンが多いのとハイブリッドみたいな感じでやっていこうと思うんですけど、いいステージ引いたね。とりあえず始動します。はい、飛んで3点取ります。で、3点取った後、まあ、このデッキだったらウェポンも多いんで、しっかりね戦闘に参加できるみたいな、はい、感じでやっていますけど、どうでしょうか皆さん。早めにイーガーを切らせることによって後半ね、楽になると。はい、後ろからアバカンを差し込んでいくことによって、もうこれは HA しなくても通常でやれます。はい、やった。オッケーオッケーオッケー、いい感じ、いい感じだよ。オッケー、いい感じだよ。いいよ、素晴らしい。こういうことなんですよね。うん、なんかうまくいったな。いや、やっぱ無発動アバカンの方が強くない？どう、みんな。まあ今のはね、純粋に意識外だったから、相手の多分どっちにしろ当たってた感はあるから、なんとも言えないな。この後だよね、この後どうなってくるかなんだけど、なんか身投げしてるんだけど。で、強い味方、強い。さあ、攻めるか攻めないか、ちょっと攻めてみますか。でも僕スタンなんで、アクセラレーターにどうしようもできないんですよ。 HA でしか対抗できないんで、あんまり変なことはせずにしたいと思います。ファイヤーボルトね、範囲広すぎやね。うますぎ、痛すぎ。オッケー、オッケー、やる。オッケー、素晴らしい。いいよいいよ、こういうことなんだよね。マルコスが回復が上がるのか、覚醒した。とりあえずドアもあるし、アバカンももうそろ上がるし、号令も最後に上がるんで、あんまり前出すぎるとやばそう。これ抜こう、アクセラレート抜いて、まあ、仮に死んだとしても22だからドアで復帰できると。オッケー、可能に剥がした、マジスコも剥がせた、デカすぎ、割れた、これやばい。ただマルクスがいるからいけるはず。はい、ドアで飛びまして、これ反射した、やばい、いやー痛いよー。
まあ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 ムアバが刺さったかどうかと言われたら怪しいところがあるんですけど、まあステージもあってめちゃめちゃいい感じに刺さったね。デッキ的にはそう、号令とアバカンがうまく決まった。うん、よかった。まあそんな感じだよな。まあ正直まあ共演でも、まあ共演だったら積んでもありなんかな。でも共演じゃなかったらもうダメか張って HA して錬金ばらまきながら回復してる方が相手にも圧になるしいいと思うんで、まあダメか積むかウェポン積むかって感じかな。うん、難しいねライザー、めちゃめちゃ難しい。 HA 硬直で死ぬとか全然あるし、まあ、ただ HA しないと圧にもなんないし回復もできないしっていう、なかなかにね、昔はめちゃめちゃ強かったんですけどね。まあ今も耐久編成ではかなり強いんですけど、まあどうしてもねアリスとタダノブに劣ってしまう点があるので、まあ、この情報でどれほど変わったのか、ちょっとライザ可愛いんですけどあんま使わないんで眺めてるだけなんで、ちょ皆さんねこの体力の情報、いや別にまあ嬉しいよねぐらいか、まあ、正直使い手でそんな何か耐久面で変わったっていうのはないかもしれないな。また普通に耐久できるようになりましたぐらいか。もうちょっとなんかおもろい調整ないかな。でも錬金周りさあんまりいじるとちょっと強すぎちゃったりするし、これ以上弱くしても良くないしね、ちょうどいい感じだもんね。まあだからなかなかにバランスのいいキャラではあるのかもしれないですね。はい、という感じでありがとうございました。